鳥大鳥大社は、大阪府堺市西区大鳥北町にある神社。泉国大鳥群の式内社で、泉国一宮。旧社格は、官兵大社で、現在は神社本庁の別表神社。全国の大鳥神社及び大鳥信仰の総本社とされる。大鳥大明神や大鳥大神宮などとも称された。現在の正式な社名は、大鳥神社であるが、 一般には、大鳥大社の社名の方が広く使用されている。日本穂高は、生成して、熊祖を平定し、統制して、東国を平定したが、伊吹山で病に倒れ、伊勢国のボノで皇居する。遺体はその地に葬られたが、その両母から魂が白鳥となって飛んでいき、山和国小飛び木原で止まり、また飛び立って、河内国腰に降りたが、最後に、大鳥の地に舞い降りたので、 社を建てて祀った。これが、大鳥神社の始まりだとされる。神域は、畜草森と呼ばれ、白鳥が舞い降りた際、人よにして樹木が生い茂ったと言われる。縁起式神明朝記載の名神大社であり、特に防災部、祈りの祈願者として知られた。本殿は、大鳥作りといい、霧妻作り、妻入り社殿という出雲大社造りに次ぐ、古形式を保っている。 日本穂高御神像現在の祭神は次の二柱。元来の祭神は大鳥連の祖神であるらしかったが、一時期天照大臣が祭神とされるようになった。泉国大長五社、大明神並び府中僧者八万宮演技によると、本事物は釈迦如来となっている。その後、日本穂高が祭神と考えられるようになり、これが定着した。これは、大鳥神社の 大鳥という名称と日本穂高の魂が白鳥となって飛び立ったという神話が結びつけられたために起こった集合であると考えられる。以来、長い間にわたって日本穂高を祭神としてきたが、1896年に政府の祭神交渉の結果を受けない無償の指示により、大鳥連祖神に祭神を変更した。その後、1961年に、 大鳥連祖神に加えて、日本穂高を祀った。大鳥連は、中富野氏と同じく、雨の小屋根の命を祖神としていたので、大鳥連祖神は雨の小屋根の命ということになる。核心の祭祀については、大鳥氏型案に、一宮の神官であったというには、後世の和武伝説を差し引いたにしても、その変遷ぶりには、謎めいた部分も残っており、 大鳥連の領主あるいは神官という職業以外の何らかの役割を古代豪族社会で担った可能性も含め今後も検証が必要と思われる。大鳥連が祖神を祀ったのが始まりだと考えられている。公認14年7月4日に関川神社と共に朝廷の旧の法兵を受ける。上は九年十月九日に泉国泉屋市神社、関川神社と共に 深海少女を受け、十五位下から十五位上になる。天安3年1月27日には、全国初心と共に、深海少女を受け、十五位上、君八頭から十四位下になり、同年9月8日に、朝廷より、風雨のため、機内初心と共に方平を受ける。上岸3年に、紀の国三船神と共に、深海少女を受け、十三位となる。延長5年成立の、 演技式新名朝では、泉国大鳥軍に、大鳥神社名神大月寺ニーナメと記載され、泉国では、唯一の名神大社に列するとともに、朝廷の月寺祭、ニーナメ祭りでは平白に預かる旨が記されている。演技22年の奥垣を持つ、大鳥外寺因宮ごしゃる基調では、深海は、小一位、君八頭天照大明神一所とあり、祭神は、 アマテラス大臣とされている。別当時は大鳥山進学院神大鳥寺。貝さんは和道元年で行基によると言われるが、天平十二年とする説もある。一体は大鳥号と呼ばれ、古くから石棺家大番頭でもあった。鎌倉時代初期には、道軍の式内社の大鳥南日神社、大鳥桑行神社、大鳥伊勢神社、大鳥浜神社と共に、 大鳥五社を形成、大鳥像となるが、上皇元年、上級の乱の勲行により、伊豆国の御家人田代氏が、自当職に干せられ、周辺の小園領主や在地住民と田代氏との間で激しい争いが繰り広げられることとなった。また、南北朝時代よりは、泉穴子神社、聖神社、関川神社、姫神社と共に、東国五社大名神を形成するに至る。 中世には、泉国一宮として、国がなどから数計を受けるが、一方、従来、大鳥神社を祀ってきた大鳥氏は主導権を、田代氏に奪われて衰退していく。日本穂高を祭人とするため武家の数計厚く、平時元年には、熊野三景に向かう、途上の平野清盛、平野重盛らが立ち寄り、清盛は以下の句を詠んだ。 かひこぞよかへりはてなばとびかけりはぐくみたてよ。大鳥の神、織田信長は、天正三年に、所領戦三百国を安堵している。中世の陛下により神を取鳥寺と共に消失するが、片桐勝本を武行とした、豊臣秀頼の一連の社寺造営で、慶長七年に、再建される。が、大阪の陣で十三十塔を残して、再び開人に返した。その後、 漢文2年に幕名により、境町奉行、石川俊政が、大鳥神社及び神大鳥寺を再建した。元禄14年には幕名により、柳沢康明が、おさむえした。遠方元六年間になると、海窓家慶空が神大鳥寺に入って、勢力を拡大し、柳沢氏の保護を受けたこともあって、神大鳥寺は、全盛期を迎える。神大鳥寺は、 新言立州南方一派の本山となり、畿内を中心に76字もの松字を要した。神大鳥寺の繁栄を陰に、大鳥神社は衰退していったが、幕末より、国学の発展に連動して、神社、家である大鳥氏は断絶し、その後は、泉僧者の神職が祭祀を引き継いだ。明治になると、神仏分離により神大鳥寺は、廃寺となり、五十頭などが破却されたが、 松寿であった孔明院が仏像、書記録などを引き継いだ。近代社格制度の下1871年5月に官兵大社に列格された。1876年の政府の祭神交渉の結果を受け、政府は大鳥連祖神に祭神を変更した。当然、神社側の反発があったが、1896年の 内務省社事局の通達により変更が確定した。神社側は、最新の日本穂高への復帰をたびたび求めたが、大鳥連訴神に加えて、日本穂高を祀ることに至ったのは、国家管理を離れた戦後の1961年になってからだった。1905年8月15日、落雷により社殿は消失し、1909年12月に再建されたのが、 現社殿である。1948年に神社本庁の別表神社に可列されている。2018年9月5日、台風21号により、本殿の地議の落下、カツオミの歪み、玉垣の倒壊等の被害を受ける。大鳥南比神社経大社境会社断じり祭りメディアを再生する、断じり祭所在地交通アクセス。ありがとうございます。